漫画とお出かけチャンネル。久しぶりにチャンネルを開いたら登録者100人になってました。ついに100人、皆さん登録ありがとうございます。ということで今回は今までの動画を振り返ってみましょう。漫画とお出かけチャンネルが始まった日は2023年8月7日。あっという間に10ヶ月が経っていました。そして視聴回数も 47,117 回視聴です。あっという間に動画も80本くらい投稿していました。ダイソーのセルフレジが一番人気で約1万回再生されていました。アレクサの動画が一番人気でした。アレクサ上上下下右左右左 BA。 イエーイ、隠しコマンドの入力に成功しました。スーパーアレクサを起動します。使いこなせるかどうかはあなた次第。次は失敗したらどうなるか試してみます。アレクサ下下上上右左右左 BA。 惜しい、スーパーアレクサはお預けです。もう一度挑戦してみてください。アレクサ上上下下右左右左 BA。 イエーイ、隠しコマンドの入力に成功しました。スーパーアレクサを起動します。使いこなせるかどうかはあなた次第。僕がお気に入りの動画はこの2本です。ちょっとちょっとお姉さん、近くのスーパーで応募すると抽選で100名様にスイッチをプレゼントするって。え、スイッチどこにつけるの？いやいや、電気のスイッチじゃなくて任天堂スイッチのことだよ。ああ、あのスイッチのことか。それで、ちょっとちょっとお姉さん、近くのスーパーで応募すると抽選で100名様にスイッチをプレゼントするって。え、スイッチどこにつけるの？いやいや、電気のスイッチじゃなくて任天堂スイッチのことだ。くう、テレビ面白かった。あれ、テレビのリモコンは？ちょっとお姉さん、テレビのリモコンはある？何言ってるのお兄さん、テレビのリモコン自分で持ってるじゃない。あ、そうだった。くう、テレビ面白かった。あれ、この動画が僕のお気に入りでした。で、昔の人気動画といえば、わんこそばの動画ですよね。この先は、昔から見ている方なら、わかるかもしれません。漫画とお出かけチャンネル。湯河布院沖縄お部屋紹介、の動画が、再生回数70回超えで、いきなり急上昇しました。これからも動画投稿をたくさんしますので、チャンネル登録と高評価も忘れずに。では本編へ。今回はわんこそばでお兄さんとお姉さんどっちがいっぱい食べられるかチャレンジ。実はお姉さんはそれを聞いて朝ごはん食べてないんだよな。ええ、お兄さんはもりもり食べちゃったよ。じゃあ出発しよう。ふう、着いたぞ。中に入ろう。
こんにちは。はいはい、わんこそばですね。はい、そうです。ところで男性の平均は何杯ぐらいですかね？男性はだいたい80杯くらいで、女性は70杯くらいですかね。そうですか。じゃあそれを超えられるように頑張ろう。お客様、張り切ってますね。そろそろ始めましょうか。ふう、始まったぞ。はい、どんどん。はい、頑張って。ふう、もうギブアップ。では結果発表します。お姉さんが78杯、お兄さんは79杯です。え、まさかの1杯違い。でもお兄さんの勝ちだ。漫画とお出かけチャンネル。皆さんに大切なお知らせです。漫画とお出かけチャンネル、ショート動画も投稿することになりました。ショート動画も時々チェックしてみてね。バイバイ。こんにちは、アストレより初めましてお兄さんです。今日からこの